私は北海道立教育研究所の井田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本度ちょっと大変ご迷惑をおかけしました。申し訳ございませんでした。次のスライドお願いいたします。本研究ですが、昨年度少子化人口減少社会に対応した活力ある学校教育推進事業、研究タイトル、僻地小規模校における教職員研修の充実としまして、研究課題を教職員研修に関すること、その他、都道府県の指導助言援助に関することとして行ったものをまとめたものでございます。次のスライドお願いします。まず調査研究に参画していただきました市町村及び機関をご紹介いたします。まず大前提になりますが、皆様もご承知の通り、北海道は大変広くて、広大な面積を、有しておるところでございます。少し見づらいかと思うんですけれども、北海道地図の赤い点が、札幌市になります。当研究所は札幌市の東隣、江別市というところにございますが、これまで当研究所で研修をする際については、全道各地からこの江別市まで、先生方にお越しいただいてたような状況でございます。例えば地図で、北海道の、南西にあります函館市、ここまでは札幌函館間は約240キロございます。また、北海道の、西の、東の、東端の方にあります釧路市、ここは、同じく札幌から約280キロ離れております。これは、例えばですが、東京から例えば長野県または福島県の猪苗代、こういった距離に相当する、場所にございます。当初からこのような、遠距離を移動していただくということが大変難しい状況にございましたので、今回遠隔研修を中心とした、研究を進めてまいったところでございます。今スライドに示しております東神楽町、岩見沢市、江別市、この学校さんにつきましては、遠隔研修や遠隔合同事業、このような取り組みに、このようなことに取り組んでいただきました。また、括弧4に示しております北海道教育大学、こちらは全道に5キャンパスございまして、こちらの、会場を結んでの研修を行ったところでございます。次のスライドをお願いします。まず、取り組みの1としまして、勤務校中学校2校と、北海道立教育研究所を接続した遠隔研修について、説明いたします。なお北海道立教育研究所ですが、北海道の先生方からは同研として呼ばれていることから、本スライドでも今後、同研と表しますのでご承知おきください。本取り組みでは1校に1名しかいない、教科担任、ここでは、外国語、英語科の先生が自分の授業をより良くするために両校を行き来することなく互いの授業を参観したり、北海道立教育研究所の、研究研修主事が、モデル授業を配信してそのことについて協議をする、このような取り組みを行ったところでございます。両校の外国語担当教員と同県の外国語担当の研究研修主事がウェブ会議システムを使用して遠隔合同研修を行っております。相互の授業を参観し、日頃感じている授業の悩みや指導方法等に関する実践を交流したり、同県所員からモデル授業を配信し、終了後に質疑応答や意見交換を行いまして、事業改善に生かす視点などを確認しました。先ほど田中室長の説明にもございましたが、北海道においても、一つの自治体に
小学校が1つ、中学校が1つ、こういったところが増えてまいっております。また、学校規模が大きくないため、例えば複数の、学校があったとしましても、特に中学校においては教科担任が1名しかいない、その教科を担当する者が1名しかいない、このような学校が増えてきていることから、複数の学校を巻き込んでの、授業向上に向けた研修を行うことが、今課題となっております。次のスライドをお願いします。一つ前ですね、すみません、本取り組みの成果になりますが、校内に外国語担当教員が1名でも、この今回のような授業交流の機会が多くあれば、外国語の指導力を高めることが、できると実感できた。それから他校の先生とお互いの授業に関して実践を交流できたことで、多くの学びを得ることができたなどの声が聞かれました。また今後の方向性としましては、遠隔システムを活用して多くの小学校の外国語活動を参観し合うことができれば、小中連携にもつながると感じた、このような声が聞かれたところでございます。次のスライドをお願いいたします。次に2つ目の取り組み、同県と大学が連携し、大学の通信ネットワークと教育力を活用した遠隔研修について紹介します。この取り組みは北海道教育大学と連携し、専門的な知識を有する講師による講義等を通じて参加者の指導力等を高めることを目的として、主に北海道教育大学のシステムや北海道教育大学の旭川校、釧路校、函館校と札幌駅前サテライトを会場に行いました。本研修講座は札幌駅前サテライトをメイン会場として講師による講演、実践発表などを配信するとともに、会場間を結んだトークセッションを行いました。先ほどもお話しした通り、北海道教育大学は道内に5つのキャンパスがありますが、そのうちの4か所に5名程度ずつ参加者を集めております。そのことにより移動時間が大幅に減った教員もいました。本研修のポイントは、いわゆる配信型ではなく、会場ごとに協議した結果を全体に発表したり、旭川、釧路、函館の各キャンパス校会場から札幌のメイン会場の講師に質問したりするなど、双方向性を意識した研修となっています。またファシリテーター役の同研の研究研修主事が会場間交流を促したり、考え方などをまとめたりすることで、自己課題解決のヒントを見つけるきっかけとなる研修講座となりました。次のスライドお願いします。本研修講座における成果として、道央圏から遠いところにある市町村においても学校を開ける期間が少なくなり参加がしやすかった、他の館内の様子を知ることができてよかったなど、遠隔研修の大きなメリットが挙げられました。また今後の方向性として、対面型の研修との違いを明確にするとともに、遠隔研修の持ち方を工夫する必要があるなどの声があります。次のスライドをお願いします。次に札幌駅前サテライト会場に参加した方の感想を紹介します。札幌市に近い石狩管内石狩市の中学校の先生です。道内や道東の先生方の発表により、地域性の違いなど新たな視点での気づきが生まれました。遠隔研修のシステムの操作については、教職大学院のアシスタントの方など操作に慣れている方に任せてはどうでしょうか。もう一方、ニセコ町に近い尻部市管内蘭越町の小学校の先生です。校内でも同僚の先生と
学校課題について話すことはありますが、今日はより広い地域の先生方と話すことができました。遠隔研修に初めて参加しましたが、あまりストレスを感じず、他会場の方とも悩みを共有できたように思います。などの、感想をいただいたところでございます。次のスライドをお願いします。最後に、本研究の成果と今後の方向性について、紹介いたします。まず、成果ですが、スライドの通り3点挙げられますが、ポイントは移動時間の縮減になると考えられます。遠隔研修の最大のメリットは、移動時間の縮減であることは、本取り組みの中でも明らかになったことです。広い北海道においては、道県や札幌市で行われる研修に参加するためには、研修の前後に移動するための費用、確保しなければならず、会場から遠方であれば長期間学校を空けることになってしまっていました。このような状況では他の先生方に負担をかける、それを心配する先生方もたくさんいらっしゃったところです。このような中ですが、遠隔研修を活用することでこの移動時間の縮減、また出張旅費等の研修コストの削減、これにもつながっていると感じております。次のスライドをお願いいたします。今後は昨年度の成果を十分に生かした取り組みを進めることはもとより、環境整備や研修の開発など、遠隔研修の一層の充実を図ることで、教員の指導力の向上につなげるとともに、その成果を北海道内の市町村に等に還元していきたいと思っております。また今年のようにこのコロナ禍における研修体制、やはり教員の移動というのも我々としても差し控えているところです。その部分を遠隔研修等で埋めている、こういった取り組みも進められているところになります。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。